時の自由民主党総裁に希望していただけないだろうか。
そのような旧壮大な夢のような話から始まりましたが、同年2月15日、東京の第一議員会館に趣旨を記した書簡を持参してお願いに伺い、第一秘書、勝村武一郎氏を通じてお話をさせていただきましたところ、平成30年当時、自民党の総裁であられました安倍晋三先生は、この趣旨に大いにご賛同を賜り、板垣退助大先生のためにできることならば、側近の方におっしゃられ、アメリカ外遊と中東外遊の狭間の多忙な時期にもかかわりません。その合間を縫って、板垣氏との自由は知れず、と何枚か希望をされ、また帰国されてから再度何枚か希望をされ、側近の方々と相談をされて、お選びになった一枚を自由民主党衆議院議員長尾隆先生に託して、署を私にご敬意をくださいました。私がその総理のお人柄を垣間見ることもできず、優しい国籍と対面することが叶ったのは、平成30年5月18日午後9時45分のことでした。長尾隆先生が、物が物だけに行くと、東京から直接新幹線に乗って持参され、上腹にしたためられ、くるくると巻かれた状態の希望を排除いたしましたのは、大阪心斎橋の日光ホテルの2階ロビーでのことでありました。安倍先生は、この希望をするにあたり、少々文字を練習してくださったそうですよ、との旨を長尾先生からお伺いし、私はどれほど嬉しく、頼もしく、板垣百回忌を再興する励みとなったか、計り知れません。ところが、その板垣百回忌から4年を経た令和4年7月8日、安倍先生が参議院選挙の応援演説の最中、背後からテロリストに狙撃され、暗殺されるという悲劇的な事件が起きてしまいました。民意を問うための選挙の演説を遮るかのように起きた暴挙、それは板垣退助の岐阜遭難事件から実に140年目の出来事でした。我々は明治以降、幾多の先人たちの不断の努力によって培われた議会政治の根幹を揺るがすこの暴力的行為を決して許すことはできません。安倍先生の最後のお言葉は、できない理由を探すのではなく、できる方法を考えるという言葉でした。その言葉のすべてを言い終わらぬとき、背後からテロリストに銃撃され、先生は見まかられたのでありました。その言葉の意味するところは、できない理由を並べて言い訳をするのではなく、できる方法を考え、実現させていこうではないか、という極めて前向きな、建設的な、来るべき日本をより良くしていこうではないかという、熱意あふれる姿勢を表した演説でもありました。ところが、その先生の言葉は、2発の銃声によって永遠に遮られてしまったのであります。我々は言論を暴力によって遮るような社会であってはならないと考えております。しかし、今、日本を取り巻く国際社会は暴力の渦巻く混沌の中にあります。現在のウクライナの惨劇、これは遠い異国の出来事ではなく、海を隔った日本の隣国が核の脅威を傘に仕掛けた侵略戦争であります。そして我が国もその戦争にいつ巻き込まれるかわからない国難の局面にあります。安倍先生の目指された争いのない平和な美しい国、日本を構築する夢が、先生の志が、こんな暴力によって
途絶えることがあってはならないという義憤と決意を胸に、やそか日はあれど先生の愛された桜の咲く季節を絵に定めて、志を同じくする仲間たちが集い果てて、本日ここに先生のご遺徳を偲ぶ次第であります。政治家として国に準じられました安倍先生の御霊が、甘かげましても我々とこの国の行く末をいそなわし、また万世の行方の高騰をいただくこのすねら御国が、いさかいなく安寧を保ち、富に栄え、安倍父と共に極めなく続きますよう、お守りくださいますよう、五国の狼たちが、かむ静まります宮代におきまして、恋でに立てまつり、私の祭文といたします。令和5年3月26日、一般社団法人、大学大生先生展示会理事長、高岡幸太郎。